動画をご覧の皆様、こんにちは。インストラクターの村上です。ソルフェージュとは、楽譜の理解を中心とした基礎能力の訓練のことを言います。ソルフェージュレッスンで身につくことは3つ。実際のレッスンでどんなことをするのか、少しだけお見せします。初めて見た楽譜を正しい音程、正しいリズムで歌うスキルのことです。四分音符や八分音符の長さ、音程を正確に頭の中でイメージできるかが鍵になります。初めて聞いた曲を音符にし直し楽譜に書き込むスキルです。正しい音程感と楽譜の読み書きが身につきます。というところからコード進行の決まり事まで、音楽理論をテキストを用いて勉強します。高校受験や大学受験対策で音楽知識が必要な方にもおすすめです。耳コピを楽譜に起こしたい方、音痴を集中的に直したい方などもお気軽にご相談ください。音楽スキルをレベルアップさせて、より音楽生活を充実させましょう。以上、インストラクターの村上でした。